結局根っこが自由人なんで、ちょっと軍隊の規制と合わなくてですね、で生態にちょっと転職しまして、で、まあ、技術職なんで技術でこう見られてたんですけど、途中からいろいろ経営の勉強とか、あの加谷さんのいろいろ勉強もさせていただいたりして、まあ、本とかそうですね、はい、それで、まあ、何かこう絞っていった方がいいので、ちょうど女性の足がもっと好きだったんで、ちょっと趣味とあれだな、ガッチするなと思いました。足らせの方に専念しまして、やっぱりモチベーションがやっぱりこう燃えてくるというか、まだ事件を起こしてる。事件はまだですね。まだ。足らせ絞っても3年ぐらいなんですけど、まあ、そっちの方でしっかり技術を高めて、足らせでした。小顔じゃなかったですか。足痩せですね、はい、足痩せ、そうです、あ、それまではもう何でもやります、あ、まあ、ダイエット全般って感じだったんですけど、ダイエット、ね、途中で足痩せの事情が結構あるように気づきまして、そこからかなり絞って、そしたら、まあ、競合がほとんどエステに変わりまして、ちょっと、まあ、あと今違う戦いというかやってる感じです。だからエステ系とかは痩せるっていうのはもう前からたくさんありますよね、うん、で、整骨院、整体師、整体師です、整体師系で痩せるとかね、小顔っていうのは、私はちょっと知らなかったんですよ、うん、ていうか珍しいっていう、整体師系で痩せる小顔系とか言ってる人は多くないでしょ、そうですね、多くないですよね、お、それ意外性がすごいと思ったんですよ、やっぱりエステはちょっとね、エステ系が、はい、エステとか私が昔やってた美容外科系とか、やっぱちょっと怪しいのが多いよね、うん、まあいろんな意味で、まあ、美容外科系のクライアントを持っていた立場からすると、エステで痩せるはずねえじゃんか、ふざけんなよってね、いつも医者と一緒にね、うん、で最強はね、やっぱもう吸い取る脂肪吸引が最強なんだよね、それ絶対痩せるに決まってるから、まあまあそれがいいとして、で整体師、あ、そうです、整体師系とか国家資格の訪問マッサージ系とかね、まあ一応そのエステに比べると怪しくないじゃないですか、うん、怪しくない人たちが痩せる系っていうのはね、説得力あるな、うん、まあ、あと後から分析ですけどね、差別化ができてるようなって、ね、実際痩せるんですか足って、あ、そうですね、はい、そのぐらい効果ある、まあ、毎回効果は出さないと迎えに来てくれたんで、一回効果で、そうですね、いいね、はい、まあそれで、あ、どうぞ、はい、まあ、ね、なんか絞るとかいうのはもう誰でもある程度勉強だけのコンサルタントとかね、そういった人はもう、ね、絶対聞いたことあるわけです、まあそれはもう考えてみたら当たり前ですよね、1000人の会社はいろんな自由の部門があっていろんなことやって OK だけど、2人10人の会社があれもこれもリフォームも新築も日替わりも、ね、全部できるわけないからね、だから絞れたのも当たり前なんですね、中小零細ですね、ただやっぱりね、その理論は絞るっていうのはね、ドラッカーでもランチェスターでもソンシーでも、まあ分からんけどコトラでもみんな同じことを言ってるけども、じゃあ絞ったらうまくいくかって言ったら、それは分からなくて、分からない、自分の腕とライバルと市場、まあ、NBA で言ったら 3C というやつですかね、カンパニー、コンペティター、カスタマー、この3つの 3C の中で自分が立つやどこかってね、英語使うんだって思うよね、だから理論はもう簡単ですよね、でもじゃあどこかと、でシミュレーションでここじゃないか、でもそれもやってみないと分かんないもんね、絞ってもね、これはもうだから何でもいいからとりあえずね絞ってねやってもらって、多分ね9割方失敗すると思うんですよね、でまた横に行ってあちこちやって、でいつかはまあ当たるかと思うんですけど、そういうこう実験材料私はもういつも求めてますよね、もう狂って特化してるし、まあ9割失敗するんだけど、絶対最初はね、なんていうか、でもそういったとこからしかね、新しいのって、ね、多分出ないんですよね、私の大嫌いなホリエモンが、ホリエモン好きだっていう人、悔しいけど一応ビジネス書の作家で、彼がこの5年ぐらいずっとベストセラー第1位なんですよね、出せば10万部普通に売れてますからね、まあでもまあなんていうかな、まあ言ってみたらまともな戦略の話とかないしね、戦術のつながり、まあネット系が彼は得意だけど、ただね唯一彼と意見が一致したことがあってね、
あのバカはすごいとこれ意味わかります？意味知ってる人こういうもんがね、もう元の俺上場会社250億のライブドアの社長やって逮捕されて牢屋出てきて、でまあ僕もなんかね零細自営業みたいに僕もそんな分野に来てしまったんだよ、たらもう中小零細の社長ってもうバカばっかりだでその後ちゃんと褒めるんですよ、なんだと言うの、それはね、ほんとその通り、バカはやっぱすごいと、はい、あ、多分あの頭いい人は常識にとらわれちゃって行動できないけど、バカだと多分あ普通その人がバカだなってやってることが結構世間が考えてなって、それで爆発して売れちゃう、あ、そういう、そうそうそう、だからまあ私も含め勉強オタクの人はもう、ね、勉強オタクドラッカー大好き人間、そういう人間は 勉強たくさんするけどやっぱ行動しないんですよね、まあ、特に大企業系の人たちが、で中小企業は勉強なんもしてないんです、でもう特に危ない人は何も考えずにやっちゃうんだよって堀江門が言ってたもうだから失敗だけ失敗ばっかりするんだけど頭いいやつでは行動しないから、もうバカ行動するから当たるんだよなってね、まあ、それをこう堀江門が言ってたけど、まあ、本当そうだなってですね、だから何も理論勉強せずにとりあえずやっちゃう人たち、ね、っていうのは失敗率も高いさ、高いけどやっちゃうから、大企業系はこうやって次第にいったんで、なんで失敗したら出世なくなるとか、だからその辺はやっぱりバカな人ってね、やっぱすごいですよね、と思うんですよね、考えずにやっちゃう人、私らからするとあのいいモルモットっていう、ああ、だから勉強せずにやっちゃってる人の中からね、なんか出ますよ、あのだからノーベル賞とかあいたやつ大体そうですもんね、あの変な失敗から、だそこがあの私たちの先輩のドラッカーがやっぱね、そこをちゃんと先走りしていってて、ドラッカーが言ってる成功理由の一つ、今の話の流れで言ったらドラッカーは50年前から言ってることなんでしょう、成功するパターンはこれがある、あ、予期せぬです、そうだ、予期せぬ成功、予期せぬ偶然うまくいってることをもっと深くね俺たちであれっていうのは、まあ、今みたいなことをドラッカー代に、ね、上品にこう言ってるわけだけど、予期せぬ成功、まあ、とか もしくは予期せぬ失敗、そうですね、うん、こう計算以外のとこから出る成功がある、それをもうちゃんと突き詰めていったら、うん、ね、もっといけますよと、やっぱあの人ね、私と同じ口先評論家、一度も実業やったことない私もドラッカーちゃんもね、だけどやっぱすごい評論家ってね、やっぱバカにしたらいかん、なかなかあのそういった人をダンディーが周りに持ってるとあのいいですよね、はい、でそういうわけで私はコンサルじゃないけど、まあ一応コンサルタントに近い、業界で、前飲食コンサルタントの会社にいたんですよね、はい、はい、OM なんとかっていうね、あ、そうです、大阪本社溶けてる OM、なんでしょう、OGM っていう飲食コンサルタントで結構一時期400人ぐらいいた、いたんですよね、いたけどなんか倒産したんでしたっけ、ね、何年か前でそれ噂聞いてたけど、そこに前いて、それで独立して飲食専門で、かつ飲食の売上アップの中で、かつまあ多分いろいろできるタイプだけども、飲食店のコンサルタントなんだけどさらに特化してるんですよね、でその話を聞いた時にね、それはすごいと、まあ、今からちょっと10分15分ぐらい喋ってもらいますけど、勉強のための私でもそこは気づかなかったっていうか、私の周りでは飲食でその反則はそれやっちゃいかんよと、うん、飲食に限らず、その反則は全業種ではあるんだけども、それはやったらいかんというのが私たちの常識だった、で彼はそれ、まあ、やっぱアホだからやっちゃったんですかね、やったら結果出たっていうことですよね、はい、でちょっとね、ほんとびっくりしたんで、その話を同業の飲食コンサルタントの大久保和彦さんっていう人から、だからすごい同業の飲食コンサルタントが褒めるんですよ、やっぱすごいんですよね、で私も聞いた時、えらい単純だけど、あ、すごいな、確かにこれやったら絶対売り上げ伸びる、でこれ飲食限らず、あのアナログ系としては、ね、非常にこう即売り上げ上がる小手先反則としては、ね、非常にいいと思ったんで、ちょっとその辺の自己紹介と、もうじゃあお話しちゃってください、あ、お願いします
はい。ということで白岩さんですね。今日は貴重なお時間いただきまして、あとまた皆様ともお会いするご縁いただきまして本当にありがとうございます。例えばご紹介預かりましたアップトレンドクリエイツ、汗を流すコンサルタントの、白岩大輝と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。で今日先ほど萱野先生からお話あった件について、15分ぐらい、そうですね、はい、自己紹介ちょっと10分ぐらい、まあ、してもらって自己紹介させていただいて、さっきのバッて、はい、15分ぐらいお話させていただければと思います。で一応こうお伝えしたい時間内でお伝えしたいこといっぱいある中で一応こう25項目ぐらいバッと項目あるんですけど、時間内でお話できるところまででお話していければと思います。で、私飲食店がメインでもともと板前をやってたんですけど、はい、今でも料理やってますし、調理師免許を持っててでやってるんですけど、まあそういったこう職人の方のアプローチからですね、今度経営の方のアプローチに入って、で経営っていうとやっぱり人の分ですよね。経営を理解するっていうことは究極のところ人を理解することなのかななんて思いながらお仕事させていただいておりまして、主に飲食店がメインではあるんですが、私のやってるその先ほど萱野先生からご紹介いただいた具体的にはもうポスティングとかですね、チラシ配りとかですね、なんかそういった活動については飲食店に限らず店舗ビジネス全般で十分応用できる通用する内容ということでお墨付きもいただいた中で、近々ちょっと本を出すような、まだ出版社とかも決まってないんですけど、企画書書いてそういったアプローチをしていく予定です。とにかく金をかけずに汗をかくという同じ角でも全然違うと思うんですけど、そういったアプローチをする本を出すという話をさせていただいたところ、今回萱野先生から今度東京で、そうね、出す予定の本の PR、はい、そうちょっと事前にやれよまだちょっと決まってないんですけど、そういった話であれば本の PR も兼ねてこういった場があるからお話していいよっていうお話いただいたんで、この度ちょっと僭越ながらお話させていただく時間をいただくことになりました。で差し支えなければ今チラシもございますんで、今日のためにちょっと作ってきたチラシもございますので、よろしければ皆様で、はい、すいません、じゃあお手伝いします。チラシの最後にある QR コードとかお問い合わせのフォームのこうアクセスリンクとかもありますので、よろしければこれをご縁に Facebook とかでもやってますので、お願いできればと思っております。はい、じゃあまず最初ですね、自己紹介、一個ずつこうお題を言うときにここにこう書いてきますね。まず自己紹介ですね。白岩大輝と申します。東京に住んでます。江戸川区に住んでまして、ただ飲食店をメイン、もともと板前で飲食店の業界に特化している中で全国お手伝いさせていただきます。で、汗を流すコンサルタントっていう、汗を流すコンサルタントっていうことはどういうことかっていうと、その店長さんを集めて研修とかセミナーとかってされるコンサルの先生が多い中で、私は逆に現場に行って、で現場で起きるいろいろあるんですよね。こう泥臭いというかドロドロしたこう陰湿なものとかですね、いろんなことが隠れてることの問題をこう解決することで、みんなの雰囲気を良くして、そう売り上げも自然に上がるっていう感じでやってます。でもともと先ほど萱野先生からご紹介あったようにこうコンサル会社に勤めてたんですね。で私自身が、研修の講師とかですね、そういうノウハウを作ったりとかですねやってたんですけど、なんか私に自分の中でこれ本当にお役に立てているのかなって思うところがあってですね、なんかちょっと消化不良気味だったんですね。まあ、そんな中で、現場に入って一緒に自分もユニフォームお借りしてきて、で自分がもうお客さんに直接接客してで飲食店っていうのは個人情報が取れない
基本的に商売なので、来た人がまた来るよ、美味しかったよって言った人がまた次いつ来るかわからないっていうのが大きな不安定要因になってるビジネスですので、やっぱポイントはメール会員とかですね、 LINE アットとかいろいろあると思うんですけど、あと泥臭いんですけどアンケートに住所を書いていただいて、それに手書きのお礼状を送って、そのお礼状にこうあの特典と有効期限をつけておいて、で決められた欲しい期間に再来店していただくっていうことを自ら率先してやったりしています。あの言うはやし行うはがったしとは言いますけど、本当にまあそういうところに行く前の段階でなんか店長と現場の人間関係がとかですね、店長の能力がとかですね、なんか今度会社と社長との人間関係がとかですね、まあいろいろ現場に入るとある中で、そういうその絡まった紐を一つずつこう解きほぐして、でなんかこうみんなが一つになった時にはものすごいエネルギーが出て、だからアンケートとかもそのお客さんにアンケート書いていただこうってアプローチしてるんですけど、月40枚ぐらいあったのが一気にあの6月から8倍ぐらいになっちゃってとかっていう、40枚がだから8倍か、まあ、500枚ぐらいですね、8倍以上ですね、十何倍になったりとかですね、そういうエネルギーをすごく私自身も感じた中で、あの成長させてもらってる感じです。あのなんかセミナーとかで以前コンサル会社勤めてた時の仕事っていうのはアウトプットがばかりで、こうそれがどんどんなくなっていっちゃう感じなんですけど、現場入って一緒にやると、あのアウトプットももちろんするんですけど、インプットもあるんですね。私自身がああいろんな人いるなとかですね、いろんな商売あるな、いろんな人間関係あるなっていう中で、あの私自身も成長させてもらって、お金ももらって、こう皆様に対してこういろいろお話しさせていただいたりする中で、まあそういう発信して気持ち良さもありながらも成長もさせてもらうっていうことで、欲張りなスタイルでお仕事させていただいております。あの真のお役立ちは何かっていうことを考えた結論で今現場に入ってるっていうのが、自己紹介でございます。まあ、詳細はあのお配りしたチラシ等もあの後でご覧いただければと思います。これが一つ目でした。で、具体的にいきなりなるんですが、私最近というかずっと思うことは、看板を振り返すことが営業チラシ配りとかポスティングっていうのは販売促進であり営業なんですよね。で店舗ビジネスっていうのは看板をひっくり返すことが営業になってるんですけど、他の業種っていうのはそんなことはないですよね。営業部があったり営業マンがいたり営業担当がいたりっていう中で、まあ飲食店、私飲食店メインなんですけど、看板で営業中とかですねすることが営業ってなってるのってなんかおかしいよねっていう思うところが